ではですね、ヒロさんに参加していただいてゲームの流れをですね何ゲームかやっていきますので、これで覚えていってもらいたいなと思います。ヒロです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回はですね、まあ、ちょっと人数の関係で、まあ、3人にしていくんですけども、私はディーラー兼プレイヤーとしてですね、まあ、ここにチップ100ドル用意しましたので、まあ、3人でやっていく形にします。でまずはディーラーボタンですね、まあ、これをじゃあ、まあ、今回じゃあ私にしておきましょう。私の状態でここの左隣の方がスモールブラインドでは5ドルですね、お願いします。5ドル出していただいて、じゃあヒロさんがビッグブラインドで10ドル出していただくって形でお願いします。これって10ドルが決まりなんですか？そのテーブルによって変わってきますね。このテーブルは5ドル10ドルですよ、じゃあ隣のテーブルは10ドル20ドルですよっていう風な形でレートが変わってきますので、これで自分が遊びたいレートでテーブルに座っていただくっていう形になります。基本的に、スモールの倍払うって感じなんですか？大体そうですね、大体倍です。うん、分かりました。で僕はこれもこれを払うしか、もう必ずこのブラインドというのは強制的に支払わなくてはいけないので、はい、必ず払ってゲームに参加していただきます。分かりました。じゃあ、はい、これ払ってきます。じゃあこれ10ドルですね。はい、10ドル。でまずは1ラウンド目でカードが2枚配られていきます。まあ、カードを見ていただいて、で今回はですね、まあ、練習で実際の流れを皆さんにですね分かっていただきたいので、ヒロさんのハンドを開いた状態でやっていこうと思いますので、あとの2つはもう開かないで、ヒロさんのだけ開いた状態でやっていこうと思います。じゃあちょっと僕のハンドを開いていきます。どんなカードでしょう？3と6。これってどうですか？まあ弱いですね単純に単純に数字が弱いのが2枚並んじゃうとやっぱり弱いですね。じゃあエースとかキングとか絵札があった方が、そうですね、絵札があった方が基本的に強い、もしくは最初の2枚が同じ数字だった場合っていうのはなかなか強いですね。最初の2枚にして同じ色というかマークでも強いですか？マークでも、まあ、数字によってですけど、うん、数字が高ければ高いほどもちろんいいですし、マークが揃ってないよりは揃ってる方が、なるほど、フラッシュになりやすいだとかいうのがいろいろあってきます。ではビッグブラインドの次の方から、1ラウンド目はですねビッグブラインドの次の方からアクションしていきますので、私がアクションしていきます。私はカードを自分で見てどうするかを決めていきます。まあ練習なので、じゃあコールしていきましょう。コールというのは直前のベッドに金額を合わせてゲームに参加することです。コールしたらこちらのお客様にプレイヤーに移動していきます。じゃあここもコールと、ではヒロさんに回ってきて、ヒロさんは、はい、まあそこまで強いハンドではなかったんですけども、もう10ドルのこのビッグブラインドで強制的に支払っている金額が出てます。なので弱いんですけども降りるって必要ないんですね。なので弱い弱い結構言いますなので、まあ、降りずにまずはチェックをして2ラウンド目のですね、3枚を見るっていうのがいいと思います。はい、僕ができることはチェックかレイズ。レイズ、レイズ。ちなみにレイズする場合ってマックスとか、マックスはヒロさんが持ってるチップの額まで、あ、全部いけるんですね。全部行くことができます。これがノーリミットっていうゲーム、ルールの中でやっていくテキサスホールデム、ノーリミットテキサスホールデムなので、はい、全部ボーンってオールインって言って全部かけることができます、はい、ノーリミット、上限がないかけができるってことですね。なるほどですね。まあ、多分今回僕の手札は弱いので、まあ、チェックが無難ってことですね。チェックが無難だと思います。チェックのなんかサインとかあるんですか？そうですね、テーブルをトントンって叩いていただければ、これがチェックの、まあ、反動シグナルじゃないですけども、そういう風になってきます。じゃあチェックで、そうすると3名のですね、今プレイヤーが残ってるんですけども、プレイヤーの賭け金が10ドルで揃いましたので、これが賞金ですね、ポットになってきます。これを3人で争ってるっていう状態になります。では2ラウンド目ですね、コミュニティカードが3枚出ました、うん、これでまた2ラウンド目のアクションを聞いていきます。2ラウンド目以降はディーラーボタンの方が最後になるようにアクションしていきますので、ここのプレイヤーからアクションしていきます。このプレイヤーができるのはチェックかベッドです。ではこのプレイヤーはチェックで、ヒロさん、はい、僕もチェックかベッドができるんですね。まあ、チェックかベッドができますね。まあ、基本的には、まあ、
もちろん嘘をつくこともできます、はい、けども、まあ、ワンペアができてるとかそういう場合にベットするのが普通なのかなと思います。今回で言うと僕はノーハンド、今ノーハンドですね、今何も役がない状態、ペアとかもない、階段もできてない、マークも揃ってない状態になります。なるほど、じゃあチェックで、チェック、はい、もちろん口頭で言っていただいてもいいですし、テーブルトントン叩いていただいても、これはどちらでも構わないです。チェックで、チェックで、私もじゃあチェックします。そうすると3名のプレイヤーの金額が0で揃いましたので、次のラウンドに行きます。では3ラウンド目ですね。ではコミュニティカードが4枚になって、ご自身の持ってるカードを2枚、この6枚の中から5枚選んでゲーム進行していきます。じゃあ D ラボタンの人が最後になるように、ここの方からアクションしていきます。チェック、じゃあヒロさん僕もチェックします。チェックで、私もじゃあ私はやっぱベットします強いってことですねじゃあ10ドル怖いな、10ドルベットしましたので、こちらの方は2周目になってきます。もうチェックはできないです。場に金額が出てしまったら、誰かがベットしてしまったらチェックはできず、フォールドする、降りるか、直前のベットに合わせてゲームに参加する、コール、もしくは金額を釣り上げるレイズ、この3つから選んでいただきます。では直前の金額に合わせるコールですね、10ドル。ヒロさん、僕ですね、多分これあれですよね、あの降りた方がいいんでしょうね。降りた方がいいかもしれないですね、まあもう見えてるのでもう何とも言えないですけど、ここでねオールインつって、はい、ハッタリをかますっていうのもありなんですね、まあ、ありかもしれないですけど、ちょっともう見えてるのでハッタリもクソもないですよねちょっとなんかはい、これ、うん、一旦はい、じゃあ一旦コールします。わかりました。で、3名の金額が10ドルで揃いましたので、これもまた賞金のポットに入っていきます。で、最後、すみません。5枚目、コミュニティカード5枚目が出ると。で、これ以上のカードは出てこないです。で、またアクションがディーラーボタンの人を最後になるようにアクションしていきます。ここの方からアクションですね。チェックするかベットするかでチェックを選びました。で、ヒロさんですね。これ今僕2ペアできてる、2ペアですね、今2と3の2ペアっていう状態ですね。これって3-3-2-2の2ペアで、こっから13も選べるんですか。キングが選べて4、まあ、この状態だと10と6を使わないっていう状態になりますね。なるほどなるほど。これをキッカーって呼びます。2と3の2ペア、キッカーがキング。じゃ結構これ強いですか。そうでもない、まあ、まあ、ワンペアありますもんね。ここ2、3、10、キングって出てる中で、はい、下2個の数字の2ペアなので、もし10とか持たれてたら負けてしまいますよね、キングとか持たれて。なるほどですね。じゃあベットします。ベット10ドルでいいですか。10ドルベットします。10ドル、はい。じゃあ私はレイズします。25ドル、レイズと。で、2周目ここに回ってきます。で、こちらのプレイヤーは25ドルにはもう参加できないよ、もうついていけないよってことでフォールド、降りました。すと、こちらのプレイヤーはもうこれ取る権利はありません。で、ヒロさんに戻ってきます。私が金額を25ドルに釣り上げましたので、降りるか25ドルに合わせるか、もしくはさらに金額を釣り上げるかという状態。この前じゃあ15ドル、ね、追加に15ドル出していただければ OK。 じゃあちょっと、はい、逃げられないので、はい、じゃあ15ドル、これで15ドル追加して、まあ、25ドルになったと。そしたらこれがまたポットに入って、これでもうベットするラウンドはもうなくなりましたので、ハンドを開けて役の強さで勝敗判定をしていくって形で勝負。はい。で、私は2と4を持ってましたので、2の3オーバーカインド、3カードですねっていう風な役になった。で、3と4は使わないよって形になります。で、役を皆さん覚えていただきたいんですけども、2ペア、今ヒロさんは2と3の2ペアですね。で、私は2の3オーバーカインド、3カードですので、もちろん3カードの方が役として強いので、私の勝ちになって、このポットですね、賞金はすべて私のものになると。がっつり持ってかれましたね。よしっていうふうな形で1ゲーム終わってきました。なるほど。では1ゲーム終わったら、ディーラーボタンが時計回りに回ってきます。そしてディーラーボタンの
左隣の方ですね、まあ、ヒロさんですね。ヒロさんがスモールブラインドで、そのさらに左隣の方、私がビッグブラインドを払って次のゲームに移っていくって形になります。はい、では2ゲーム目いきましょうか。まずは2枚ずつ配っていきます。じゃあ今回は僕のカードをオープンしていきますね。公開処刑でよっ。これカードバレてるとダメですね今回は2と9ですね。肉、同じマークですね。同じマークが来ましたと。でまず1ラウンド目はビッグブラインドの左隣の人からアクションをしていきます。フォールドするかコールするかレイズするか、この3つから選んでいただいて、今10ドル出しました。直前のベッドに合わせたのでコール。ヒロさん2と9、僕もコールします。コールで、で今回まあ10ドルないのでコールって言っていただいて25ドル出していただければ後でお釣りを返しますので、これで OK です。じゃあ私はここもうすでに10ドル出てますのでチェックをして、このまま10ドルで進んでいくか、もしくはレイズといって金額を釣り上げることができます。じゃあ今回はいつもチェックだとあれなのでレイズしています。金額を上に10ドル追加してレイズ、金額を釣り上げてみましょう。じゃあ10ドルになりました。でアクションが2周目ですね。ここに移っていって、この方はもうすでに10ドル出していますので10ドルを追加してコールするか、もしくはさらにもちろん金額を釣り上げることもできますし、10ドルを捨てて降りる、ゲームから降りることもできます。じゃあ10ドル追加してコールしました。じゃあヒロさん、これどうしましょう。これ10ドルかかってる状態で先ほどのコールですね。じゃあ僕もコールします。コールしますと。そうすると3名の3人のプレイヤーの金額が20ドルで揃ったことになりますので、これが全てポットに入っていきます。でヒロさんこれ25ドル出してますので5ドルを釣り返します。で1ラウンド目終わりで2ラウンド目に進んでいきます。でコミュニティカード3枚出ました。ご自身の2枚とコミュニティカード3枚の5枚のうちから何かしらの役ができていると思います。はい、で2ラウンド目以降はディーラーボタンの人が最後になるようにアクションしていきますので、ヒロさんからアクションですね。はい、僕は今これはワンペアですね。クイーンのワンペア、これはでもみんなクイーンのワンペアっていう状態なのでほぼ役なしというか、なんか、まああれですよね。どうしましょう。チェックをして様子を見て賭けの権利を次の人に譲るか、もしくは自分でベットをするかです。お金をかけるか、様子見でチェック、様子見でチェック。じゃあ私もチェックします。チェックと。で皆さん3人の金額が0で揃ったので次のラウンドに行きます。はい、でディーラーボタンの人が最後になるようにアクションしますので、ヒロさんからアクションしてみます。お、これはちょっとあれじゃないですか、戦える手なんじゃないですか。今現状クイーンと9の1、あ、2ペアですね。なるほどですね。まあキングの2ペアとか、キングとクイーンの1ペア、キングを持たれてたらまあ負けちゃうんですけど、じゃあちょっとこれは、はい、強気で10ドル、はい、10ドル、10ドルが強気なのか分かんないですけど、じゃあ25しかないんですじゃあ私もじゃあコールしてみましょう。寄付する気持ちでコールしてみます。じゃあここのプレイヤーもコールとで3人の金額が揃いましたので次のラウンドいきます。次のラウンドが最後ですね。コミュニティカードが5枚目が出ます。でこれ以上のカードの追加はないです。で最後のラウンド、最後のベッドラウンドが終わったらカードをオープンして勝敗判定していきます。でヒロさんからアクションですね。チェックするかベッドするか、この2種類からです。いや、ここはちょっと弱気にチェック、チェックですか。じゃあ私もチェックしていきます。チェックと。で皆さんまたチェックで0ドルで揃いましたので、ここでハンドをオープンしていきます。でハンドをオープンする順番なんですけども、最後に金額を釣り上げた人、もしくはチェックで回った場合は一番最初にアクションした人からハンドをオープンしていきます。なので今回はヒロさんからオープンしていきます。もうオープンされてるので、ね、このまま役を
見ていきましょう、はい、ヒロさんの場合はクイーンと9の2ペアになります。2と8は使わない形になります。なので私は負けてるんですけど、まあ私もオープンしていきます。私は最初の2枚が4と4でした。で私はクイーンと4の2ペアになります。でヒロさんは9とクイーンの2ペアですので私は負けっていうふうになります。勝ちましたね。でこのプレイヤーはというと、うん、エースと6を持っててクイーンの1ペアのだけっていう形になるので2ペア、私はもう2ペアなんですけども、より高い2ペアを持っているヒロさんが今回は勝ちっていうふうになります。でもちろん今練習なので全部開けましたけども、もし負けているのであれば必ずハンドをオープンしなくてはいけないっていうわけではないです。その閉じたまんま、あ、ま、自分負けてるなって思ったら閉じたまんまポンってディーラーの方にカード出していただければ見せなくても構いません、まあ、今回は練習なので全部見せていきましたけど、今回はクイーンと9の2ペアのヒロさんが勝ちということで、この賞金がすべてヒロさんに渡ります。おお、めっちゃ増えましたね。そしてこのゲーム終わりで、ディーラーボタンがフィルを移動するというような形になります。じゃあもう1ゲームやっていきましょうか。でディーラーボタンが動きましたので、もちろんスモールブラインドとビッグブラインドの人も変わってきます。私がスモールブラインドで、こちらの方がビッグブラインドでゲームを進行していきます。だいぶ慣れてきたと思いますので、ちょっとゲームスピードを早めてやっていこうかなっていうふうに思います。じゃあビッグブラインドお願いします。10ドルですね。でない場合は25ドルとか出していただければ後でお釣りを渡します。でビッグブラインドの次の方からですね、ヒロさんからアクションになります。はい、今回僕もオープンしていきますね。はい、3と10、3と10です。これはどうなんだ、強いですか？微妙ですね強くないですね、はい、まあマークは一緒ですけども、3と10っていう数字、まあ3が弱いですし、あとは3と10この開きが多いとストレート階段になることもないので、うん、微妙なハンドっていう形になると思うんですけど、まあ練習ですので、じゃあ、一旦、コールですかね。じゃあ私もじゃあコールしてみます。コールですね、直前のベッドに合わせるコールでチェック。この10ドルのままいきますよ。まあ25ドル出てますけどこれ10ドルです。でお釣り15ドル返して30ドルが賞金ですね。 10ドルの3人分で30ドルがポットに入ります。で1ラウンド目終了して2ラウンド目に行きます。コミュニティカードが3枚出ました。2ラウンド目以降はディーラーボタンの人が最後になるようにアクションしますので、私からアクションしていきます。で私はチェックかベットが選びますので、私はチェックを選びます。じゃあこちらのお客様はチェック、ヒロさんもチェックという形で皆さんの金額が0で揃ったので次のラウンドに行きます。ではまた私からですね。私はじゃあチェックチェックチェックとまたゼロで揃ったので最終ラウンド、じゃあチェックします。最後もチェックと、僕もチェックチェックと。でこういう風にですね、ずっとチェックが続くってことも普通にありますので、まあ、今回はこれでチェックで終わってしまったので私からオープンしていこうと思います。オープンする順番は先にアクションした人からですね。で私は8と9持ってました。で私は何もペアとかもできなく、このコミュニティカードにですね、エースとジャックの2ペアでキングを使う、これを私はこのコミュニティカード全部の5枚を使うというハンドになりました。じゃあこちらのプレイヤーは3と5を持ってましたので、このプレイヤーもコミュニティカードの5枚を使うっていう形になります。でヒロさんの場合もコミュニティカードの5枚を使うって形で3人のまさかですねハンドが全てコミュニティカードを使うっていう状態になって引き分けっていう風になります。このポーカーの場合、これを引き分けの状態をチョップっていう風に言います。チョップですね。こうなった場合は賞金をチョップになった人数で
割っていきます。なので30ドルありますので、ちょっとこれ両替しますね。25ドルを両替して、これを3等分します。これを3人のプレイヤー、今回3人で分けますので、3人のプレイヤーに10ドルずつ渡すっていう形になってきます。これで終わり、今回のゲームで次のゲームに移っていく。ディーラーボタンが移動して、スモールブラインド、ビッグブラインドというふうな形でどん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 ゲームが進行していきます。で、今やったですね、このポーカーは、まあ、リングゲーム、まあ、このぐる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 回るっていう形でリングゲームって言ったりするんですけども、この場合はいつやめていただいてもいいですし、いつ入ってきていただいてもいいです。そういったですね、あの細かいルールに関しては次回以降の動画で説明していこうと思いますので、今回はこのゲームの流れを分かっていただくために、まあ、ヒロさんに手伝っていただきました。ヒロさん大丈夫ですかね、なんか質問とかありますかね。今頭こんがらがってますね。まあ、今回は練習なので、結構ヒロさんみたいなちょっと弱めなハンドでも無理やりね参加していただきましたけど、基本的には降りるってことが増えてしまうゲームになると思います。なので、まあ、いいハンドが来なかったらずっと降り続けてしまうっていう状態も続いてきてはしまうんですけども、まあ、そこは我慢ですね。いいハンドが来るまで我慢するっていうのもこのポーカーの重要な要素になってきますので、次回以降もですね、ぜひポーカー詳しくなれるように。わかりました。なんかポーカーって結構そのブラフをするのがかっこいいというか、はい、なんか漫画とかドラマとか、ね、はい、映画とか見るとそういうのがあるかなと思うんですけど、実際はそんなにないっていう感じですか。実際は、まあ、そこまで頻度は多くないのかなっていうふうに思います。実際に強いハンドで戦うことの方が割合的には高いですね、やっぱり。なのでその中でたまにブラフを入れることによって本当に強いのか弱いのか分かんなくなってしまう、対戦相手がそういうふうに思ってしまうっていうふうに使うのが、まあ、よりいいんじゃないかなって思います。プレイヤー7点バンカー6点プレイヤーウィンズ。